8時になりました。 YouTube の時間です。いやー、皆さんこんばんは。1週間ぶりのご無沙汰でございます。宜野湾市民の皆さん、それ以外の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日は11月の20日。早いですね。今月もあと、10日ほどで、終わるということですけど、旧暦では10月の9日。まだ今年終わりたくないやっさーって思う人は、今日からもう旧暦に切り替えて、それとあと1ヶ月ぐらいでね、得しますから、そんな感じでいきましょうか。今週も1時間のお付き合いよろしくお願いしますね。昨日はなんかボジョレ・ヌーボーみたいだったですけど、そんな感じの話題もいきましょうか。じゃあ今週もスタートします。 YouTube レッツゴー。いやー、皆さんこんばんは。改めまして、 DJ の香田孝之です。よろしくお願いします。先ほども言いましたけれども、昨日はね、ボジョレーヌーボーっていうんですか、ボジョレー地方の新しいワインというねことで、毎年、日本がね、こう時差の影響で早めに解禁日、1日早くかな、解禁日になるということで、昨日たまたまちょっとプラザハウスの方ね、昼間寄ったんですけど、2階のフロアではもうレストランのね、方々が、たくさんテーブルとか置いてね、椅子もね、ボジョレーヌーボーのパーティーをやるっていう話だったんですけど、盛り上がってますね。すごいですね。僕ね、お酒、ワインはね、なかなか飲む機会ないんでね、ちょっとそういうの、疎いんですけど、40も過ぎてるんでね、ちょっと大人の男としてワインなんかも飲んでみようかなって思ってますんで、そういうの詳しい方いたらメールもください。メール待ってます。 797@fmginowan.com、全部小文字でございます。数字以外はね、797@fmginowan.com、コーナーがね、いろいろありまして、リメンバー・ジノーンというコーナーでは、懐かしいギノワンの話題、あの店、この店などなど、スポットなど、逆に、ギノワン2045というコーナーでは、あなたの想像する30年後のギノワンをどんどん送ってください。例えば、ギノワン、そうですね、埋め立てがどんどん進んで、なんか中国までつながっているとかね。よくわかんないですけど、何でもいいです。はい、送ってみてください。よろしくお願いします。うちのスポンサー様のティーズ様からクリスマスプレゼントとして、リスナープレゼント、図書券を10名様分、いただいてますんで、メールね、送ってくれた方から抽選しますんで、それも楽しみに、住所も書いて送ってみてください。繰り返しますが、1時間番組ですんで、全然間に合います。はい。で、ただいま採用率 100% でございます。よろしくお願いします。そんな感じで今週も元気よくいってみましょうか。この放送はボディマッサージとアロマのリメダルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダ歯科クリニック、まるごとラスクが大好評のワイズサポート、アパートの修繕リフォームならショーンプレイスの提供でお送りします。
はい、始まりました、YouTube の時間をやっておりますですね、先ほどもありましたけどね、本当にね、なんて言うんですかね、早いですよ、月日が経つのはね、本当に。先週ね、ゲストでね、普天間高校38期生のね、同窓会がですね、明日ジュビランスであるんですね。はい。で、先週来ていただいてね、実行委員のね、方々に来ていただいたんですけど、38期生、明日ね、私たち、僕がやっております、アフタービーツというグループもね、明日出るんですよ。はい。僕と嫁さんと2人で出ますんでね、それも楽しみですよ。僕は38期生でもないのに参加するというなので明日お邪魔しますんでよろしくお願いしますね、うん。繰り返しますよ、普天間高校38期生の方々、まだね、申し込みしてないさという人も、だから当日受付も OK というふうに聞きましたんで、まずは明日ね、恥かさしないでね、ほんと30年ぶりに会う友達もいると思うんで、ぜひ明日ジュビランスに、行ってみてください。ね、楽しいと思いますよ。うん。アフタービーツのライブも見れるし。なんか先週お話しされてましたけどね、新庄さんたちが。普天間高校って代々、この高野祭でやる出し物があるんですよ、いくつか。ね、3ディグリーズとかさ、ね。3デグリーズっていうね、グループね、昔いたディスコのね、グループの、曲に合わせて踊るんですよね。男子生徒が女装して。そういうのが伝統であるんですけど、それの、なんとビデオが見つかったということで、ね、それはなんか明日上映会するみたいなんでね、すごく懐かしい顔がいっぱい見れると思いますよ。だから、ね、楽しみです。明日ぜひ。行ってみましょう、繰り返し告知しますね。明日、ジュビランスにて、普天間高校38期生の同窓会があります、皆さんぜひ参加しましょう。はい、あとはね、私が出来事といえば、この間の日曜日、ライブやりました。沖縄市中野町のアルテコザという、お店でね、ライブやらせてもらったんですけど、ライブタイトルが、コザ、スター刑事の夜というね、ライブタイトルで頑張りましたよ。3グループね、出たんですよね。それでいいライブでしたよ、本当に。もう来れなかった人かわいそう一応また来月もやるからよろしくねで、よく、まあ聞かれたんですけど、タイトルにある、スター刑事って何ねって、高行何ねってよく聞かれたんですけど、スター刑事とはですね、沖縄市にね、戦前に、復帰前にあった、実は刑務所の名前なんですよ。アメリカのね、だからこういうね、もう今はもちろんないんですけど、まあこういうね、なんて言うんですか、復帰前のね、沖縄のやつとかも僕すごく好きでね、いろんな。で、いろいろ自分で調べたり、あとはもうシージャの先輩方から話聞いたりするのが大好きで、ね、だからそういうのをライブタイトルに使ってね、またこう、広めていきたいなと。まあこういうのもあったんだよ、と。そういうことを考えて、そういうタイトルに使ったり、また曲で歌ったりとかしてますね。うん。で、このアルテコザっていうライブハウスはね、すごくいろんなアーティストが出ていて、番組にもメール、くださるね、ナオキニーニーっていう僕の幼馴染のニーニーがいるんですけど、その方が毎週月曜日に、オカリナのライブをやるんですね。これもね、すごく癒される音で、もう素敵なんでね。で、もう本当に日替わりでね、いろんなアーティストがやってますよ。で、投げ銭ライブという形でやってたりするんで、もう全然本当にドリンク代と本当にもう500円とか、そういう値段でね、もう実際のライブを体験できますから、もうぜひ足を運んでほしい、僕は。あ、今日はなんかあれだね、またアルテコザの宣伝もいっぱいしてるみたいなんでね、アルテコザの山陣さん、スポンサー待ってます。
またそれかみたいな、会話だみたいな感じで言われそうなんですけどね、そういうスターケージの夜というライブも、うまくいきました。おかげさまでありがとうございます。であとね、今週はねすごく濃い一週間でね、実はまず月曜日からねもう飲み会から始まったんですよ、うん、というのもね、あの大学時代の友達が岐阜県の出身のね、ヒロトっていう友達がいてね、でその友達が沖縄に久しぶりに帰ってきたんですよね。で大学で沖縄に来て、彼はで20年ぐらい沖縄で過ごして、で沖縄でこう調理師の免許も取って、料理人として働いてたんですね沖縄で。でまあ地元に帰るということで帰った彼は、沖縄でなんと沖縄料理のお店をやってるんですよ。ですごいね、フェイスブックとかで見たらお客さんもいつもいっぱいいて、なんかすごい活気があるみたいなんで、ぜひね岐阜に行ったら寄ってほしいんでね、お店の、宣伝またさせていただきますよ。でこのひろとさんは自分のお店でね、この YouTube もね流してくれてるそうで、本当にありがとうございますね。嬉しいね、もうそういう心遣いが。でね、もう大学のメンバーって、まあ、僕らニューミュージッククラブ沖国のね、沖縄国際大学のニューミュージッククラブっていうところにいたんですけど、もう話せば話そうといろんなことが出てくるわけ、もう本当に。で、あ、こんなこともやったなとかね、もう散々ひどいことをいっぱいやってたんだなって思うんですよね。もうあの頃はなんかこう、まあ、いわゆるバンドブームっていうのが日本中に吹き荒れてまして、まあ、ここ沖縄も例外じゃなかったんですよ。まあ、大学生もいろんなバンドがあってね、沖国、龍大、沖大、まあ、キリタン、女子タンとたくさんバンドがあってね、でコンテストもいっぱいありましたし、ライブもいっぱいありましたし、もうね、なんかね、僕たちはただ音楽やってるっていうわけじゃなくて、もうなんかこうある日方向を間違ってですね、もういかに変なことをやるかっていうのに命を懸けていた時期があったわけですよ。もう本当に今のゴールデンボンバーみたいな感じじゃないんですけど、もうステージでいろんなことやってみたりね、もう音楽以外のことで、でそういう話もいっぱい出て、そういえば高木あんなことやったよな、こんなことやったよなとか話してて、でその時も話に出たのが、まあ、何を思ったのか、じゃあ今度のライブステージで普通に演奏するんじゃ面白くないから、こう演奏の途中にご飯を食べようとステージでもうその発想から狂ってるんですけど、ご飯を食べようじゃないかと、ちゃんとご飯とおつゆをねステージの上でね、こう演奏の途中にさ、まあ、ギターソロとかあるじゃないの、まあ、そんな感じでご飯食べるコーナーっていうか、そういうのをやろうってことになってはなったはいいとしてまあよくはないけどいいとしてまあ実際こうステージのこう横でねスタンバイしてる間、他のメンバーはねちゃんと、まあ、ギターとかベースとか持ってスタンバイしてるんだけど、俺だけこうお膳にねシーミーとかでこうね一人一人前に置かれるちゃぶ台みたいなお膳があるでしょ、お膳の上にご飯とおつゆとでおかず一品何か忘れたけどを置いて持ってるわけ、俺はこれを持ってスタンバイしてるわけ。さすがにこのコンサートのスタッフが呆れて、お前これなんかって言われて、いやこれは途中でご飯を食べるんですよって言ったから、はって言われて、いやだからギターソロみたいな感じで途中でご飯を食べるんですって言ったから、でパートは何なのって言われて、ご飯って言ってそんなパートはないって言われて、まあもっともだと思ったんですけど、いやでもこれやりますって言って無理やりやったんですよね、うん、まあ定ちょっと舞台上でこぼしちゃったりしてね、ちょっと後で怒られたんですけど、まあそんな感じでやりましたねやりましたねってまああとはね、まあ散々衣装もいろんな衣装も着たし、
まあ人にちょっと迷惑かけた面もあったんで、まあ自慢話にはならないんですけどね。まあそんな感じでやったんで、まあ徐々に話せる範囲からどんどん話していきたいと思ってますんでね、まあお楽しみにそんな感じでね、まあ久しぶりに会う友達ってやっぱいいなと思いましたね。一瞬にしてなんかこう昔にポッて戻れるからね。もうね、乾杯ってやった後はもうすぐもう20年前にもう戻ったみたいな感じでわーって話したりね。でまた今その友達がメンバーが頑張ってるの見たらね、ああ俺も頑張ってやっさーみたいなの情報交換とかしたりね。やっぱそういうのいいですよね、うん。だからさっきの話にちょっとつながりますけど、まあ、同窓会とかね、そういうのもまあ、昔を懐かしがるだけじゃなくてね、まあ、同級生の活躍とかを見ながらまた、ああじゃあ俺もこんな風に頑張ろうとか、また仕事の付き合いとかもやっぱ出てきますからね。ああ今こんな仕事してんの、ああだったら俺なんかもうこんなのやってるから一緒にやろうよとか、また新しいビジネスにつながったりとかもありますんで、ぜひそういう機会を利用して、楽しんでみてください。そんな感じでね、まあライブの話、昔のバンドの話はもっといろいろやりますんでね、うん。ステージ上で丸刈りした話とかもあるんですよ、はい。もう何のネタに困ったのかね、ステージ上で丸刈りしようって話になって、あじゃあバリカン持ってるからバリカン俺が持ってくるよみたいなことになって、まあ引くに引けなくなって、まあ、やったはいいんですけど、コンセントっていうんですか、バリカンの線が短くて、ステージ上でね、だからもう綺麗な丸刈りにもならず、結局なんか後ろだけが丸刈りになった状態で終わったとかね、うん。でステージ上髪の毛だらけになったとかこれも散々叱られましたけどねまあそんな感じでやってます、はい。じゃあちょっとね、今日は曲多めにかけたいんでね、一応音楽番組ですから、うち、曲をかけさせてくださいね。先週はちょっと U2 かけたらね、もうやっぱり僕自身がすごく良くて、はい。なので今日もまずは U2 からいきたいと思っております。聞いてくださいね、 U2、エンジェルオブハーレム。
はい、U2 でエンジェルオブハーレムお届けしました。かっこいいですね。U2 いいよね。まあ、今でもね、もう現役バリバリですからね。U2 だけでも1時間できますね。もう U2 特集だけでも本当に。だからね、いいバンドです。まあ僕が言うのもなんですけど、いいバンドです。だからいっぱいかけていきたいと思ってますね。じゃあ次のコーナー行きましょうかね。はい、じゃあ次のコーナーでーす。普天間パレスで会いましょう。はい、このコーナーでは、懐かしい映画の話題、今やってる映画の話題なんかをお届けしたいと思っております。今日もいいですよ。もう今日の映画も大好きな映画を紹介します。皆さん、あのブルースブラザーズってご存知ですね。まあ、知ってる知ってるって人もいると思うんですけど、まあ、知らない人もね、あの黒いスーツを着たちょっと太っちょの人とのっぽの人の二人組って言えば、なんとなく、ああ見たことあるみたいなね方もいると思うんですけど、その方々がですね、ブルースブラザーズと言いまして、ジョン・ベルーシという太ってる人の方がジョン・ベルーシで、のっぽの方がダン・エレクロイドっていうね、二人が、まあ、中心となってやってる、まあ、バンドっていうかね、まあ、映画がまずあるんですよ。ブルースブラザーズっていう映画がね。でそれの映画の中で出てくるバンドが実際にライブをやって、これがまたすごくいいんですよ。もうかっこいい、もう本当に。で今日はね、その中から曲かけるんですけど、あのね、なんつうんだろう、この映画自体ももうまだね、見てない人はもうあのツタヤにねまたツタヤにあのもう今走ったら困るから、あの9時、あ、いや、あの明日とかね、日曜日とか、あの時間ある時にね、行ってみてほしいんですけど、あの1980年の映画です。でね、出てるまずキャストがすごい。もちろんこのジェームス、あのブルースブラザーズのお二人ね、で、あのソウル、もうキングオブソウルのジェームス・ブラウンも出ているし、アレサ・フランクリン、レイ・チャールズ、チャカ・カーンなんかがね、出てるんですよ。でこの映画がね、まあ、全部いいんですけど、特にもう、まあ、アクションというかそこがいいのが、ショッピングモールねで撮影されるんですよ。でね、パトカーとかもうこのショッピングモール中を破壊しまくるんですよ。本当にもうびっくりするぐらい、もう強烈なぐらい、もう車でなんか壁とかバーンってぶち抜いたりとか、ショーウィンドウドーンみたいなのをやるんですよね。でこれね、僕も調べて分かったんですけど、実際のこの廃墟になったショッピングモールで撮影したらしくて、だからあんなにもうはちゃめちゃにできたわけ。これセットじゃないよなってずっと思ってたんですよ、見てる時からね。で謎が解けて、ああ廃墟でやってたんかみたいなね。あ、なるほど、それでこんなにもう潔いぐらいぶち壊すんだと思って、それぐらい迫力あるっていうか、もうこれはないだろってぐらいもうやるわけですよ、映画で。だからこれ見てほしい、うん。でね、で廃墟だから建物はあるけど、ディスプレイとか商品はないわけですよ。でこの商品を実際のところからね、まあ、借りてきたと、商品をね。で実際お店に配置して、まあ本物の売り場みたいな感じで作ったわけですよね。でもこれって借り物だから、盗まれちゃまずいでしょ。だから警備もちゃんと雇って、警備会社使ってね、で商品がなくならないようにとしながら撮影したんだけど、まあなんか物がよくなくなると、借りてる商品がなくなっていくと、どんどん、まあ、なぜかっていうと、この実はこの警備会社の警備員が盗んでたっていうオチもあるっていうねまあそんな感じで撮影されてるんですけど、このジョン・ベルーシって人がね、お笑いの方なんですけどね、コメディアン、アメリカの、もう本当に天才っていうか奇才っていうか、まあ、いろんな映画出てるんですけど、もう全て面白いし、もうね、ちょっと危ない匂いがするぐらい
本当に、日本でいうと、まあ、本当ビートたけしみたいな昔のね、大竹まこととか、爆笑問題の太田とか、まあ、あんな感じのちょっとの風刺したくなるようなね、あの世の中とか、そんな感じのお笑い芸人、もうすごい、もう絶大な人気あったんですよ。でもね、33歳で亡くなるんですよね、この方ね。だからね、やっぱり早いなと思うんですけど、まあ余談ですけど、このブルース・ブラザーズっていうのを、まあ、僕、昔ね、高校生ぐらいの時に見て、まあ、大ファンになって、でそれから、まあ、ずっと好きだったんですけど、結婚してすぐに新婚旅行っていう感じで大阪のね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに行く機会があって、行ったら向こうでね、このブルース・ブラザーズのそっくりさんたちがライブショーをやってたわけ。偶然見ることができて、すごく感動しましたね。嬉しかった、本当に。まあ、そんな思い出もあるんですけど、まあ、そんなブルース・ブラザーズの、これはライブアルバムですね。ライブアルバムから、あ、こっちか、カメラ。まあ、紹介しましょう。まあ、すべていい曲ですけど、まあ、今日はね、まあ、気分的に、この曲をいきたいと思ってますよ。この曲は、このブルース・ブラザーズ以外でも、映画の主題歌としても使われておりましたね。その映画もすごい面白い映画でした。これをまたいつか紹介したいと思います。じゃあ今日おかけする曲は、ブルース・ブラザーズで、ソウルマン。はい、かっこいい。ブルース・ブラザーズのソウルマンをお届けしました。いいっすね。やっぱいつ聴いてもいいな。ね、本当に。先ほどね、ツイキャスの方でもありましたけど、そうですね、サタデー、ナイトライブの、音源ですね。これをお届けしました。はあ、かっこいい。
で、今ね、コーナーね、普天間パレスで会いましょうというコーナーだったんですけど、実は、12月1日が映画の日ということで、私たち YouTube も映画の日特集させていただきます。放送日がですね、11月1日ではなく11月4日が金曜日なので、12月4日ゲストを招いて、YouTube スクリーンへの招待みたいな感じでね、やりますよ。もうアザニアマリコさん風に僕やりますからね楽しみにしていてください。1時間たっぷり音楽の話題、音楽をお届けしますんで、メール待ってますよ。音楽にまつわるネタ、初めて見た映画、初めてデートで見に行った映画、などなどエトセトラ待ってますまあ僕が桜坂劇場で働いていた頃の話とか、まあ、そういうのもやりますんでね、楽しみにしていてください。12月4日ですからね、お忘れなく。以上、普天間パレスで会いましょうでした。続きましてのコーナー、リメンバージノン。はい、このコーナーでは懐かしいギノワンの話題、スポットなどなど、あれこれを話したいと思っております。だがその前に、皆さん最近テレビなどで話題になっているリューチェルさんをご存知でしょうかリューチェルってね、今結構テレビ、バラエティとか出てるんでね、見たことあるって人いると思うんですけどね、ケミオに似た人ですけどねレイチェルさん、レイチェルくんね、いますけど、宜野湾出身ですよ。すごいね。で、なんと僕の娘の同級生でした。びっくりしました。だからね、だから、あ、すごい、なんかこんな身近な人がテレビ出て頑張ってると思ってね、いや、ゲストで来てくれないかなね来てほしい、本当ね。だからリューチェルさんね、応援しましょう、みんなでね。沖縄の出身のタレントさんなんでね、ぜひ頑張ってほしいって思ってますね。だから本当にこの宜野湾だからね、あ、知ってるとか、同級生だよっていう人もいっぱいいるんでね、まあ、そういう方々のメールもお待ちしてますんで、勝手にちょっと、リューチェル応援クラブ、作っちゃおうかなと思ってるんでね、メールください、よろしくお願いします。はい、じゃあね、ちょっとリメンバージノンにね、メール来てますんで紹介したいと思います。加代田さん、スタッフの皆さん、こんばんは。白山団地の三女です。はい、いつもありがとうございます。今週は暑かったですよね。まさか30度まで気温が上がるとは思いませんでした。寒暖差で体調を崩しやすいと思うのですが、加代田さんは大丈夫ですか？はい、今のところ大丈夫です。リメンバージノン、やはり思い出すのはテリーズですね。はい、テリーズあったね。志摩市の方に赤ちょうちんがあってね、でテリーズがあって、今はカラオケ屋さんがあるさね、今ローソンができてるね、あっちあったでしょう、テリーズ。なんかこう、ファーストフードじゃないけどね、ちょっとあんな感じで、ハンバーガーとかね、そういうのありましたよね、テリーズさん、懐かしい。真夜中に、友達数人と入り浸ってレーザーディスクを見たりね、レーザージュークボックスよ、懐かしいね。ユンタクしていたこと、19、20歳の頃って、なんで友達と喋っても喋り足りないくらい聞いてほしい話があったのかな、懐かしいです。またいろいろ思い出してメールしますね。最後まで千葉るよーということでね、白山団地の三女さん、どうもありがとうございました。テリーズ懐かしい。自分もよく行きましたね。なんかテリーズができた時嬉しくてね、なんか知らんけど、すごいお家近かったんですよ。だから、このね、白山団地の三条さんも白山団地からすごい近い場所にあったからね、テリーズはね。いいね。レーザーディスクね、レーザージュークボックス。1曲100円でやって、で、500円入れたら6曲ぐらい聴けるんだよね。ボーリング場とかにもいっぱいあったけどね。懐かしい。いや、テリーズ懐かしいな。なんか写真とか見たいな、テリーズの写真。
誰か撮ってる人とかね、あ、お家にあるって人、ぜひちょっとなんかアップしてほしいね、ネットとかで。うん、見たい。懐かしい議論のスポットの写真とかをこう一堂に集めた写真展とかやってほしいな、宜野湾市の教育委員会とかに。だから文化課でもいいよ、そういうのある？文化課とかやってほしい。宜野湾市民図書館の2階ぐらいで写真展やって。うん。よくこう文化財とかはあるじゃないですか、宜野湾市のね、歴史的な文化財の写真展とか、そういうのあるけど、もうもっと地域に密着した宜野湾市の、お店の昔懐かしいお店の紹介とかさ、ね、前言ったみたいな彦レストランとかね、そういうのの写真持ってるぜとか、そういうのをアップしてほしい、僕は。うん。関係者の方聞いてたらよろしくお願いします。僕からの提案でした。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとね、メールの方を紹介させてください。かよださん、スタッフの皆さん、こんばんは。ラジオネーム花ぽこです。花ぽこさん、いつもありがとうございます。いつもこの番組を聞いてるとき、ラジオではなくウォークマンで聞いております。できればラジオで聞きたいのですが、僕が住んでいる大蛇名は電波が入りにくいのか、 FM 宜野湾のチャンネルに合わせても全く入らないので、なんとか聞ける方法はないですかねってことですね。先ほど番組のオープニングで図書カードが抽選でプレゼントって聞いたので、住所を書いてメールしました。もし当たったらとても嬉しいです。花ぽこさん、ありがとうございます。あ、そうですね、クリスマス前に、大抽選会やりますんで、本当住所を書いて送ってくださいね。じゃないと僕は大蛇名方面を花ぽこ花ぽこって言いながらこう歩き回る羽目になるんで、うん、花ぽこさんみたいに住所書いてくれると僕はありがたい。ね、よろしく。僕意地でも届けに行くから、当たったら。住所がなくてももう何とかして届けるから、やっぱ住所があったらありがたいさ。うん、お願いします。花ぽこさん、ありがとうございますね。あ、じゃああれかな、お家では聞きにくいから外で聞いてんのかな、ウォークマンで。ありがたい、本当に。もうね、だから結構ね、花ぽこさん高校生って聞いたから、結構もう懐かしい話題とかね、大蛇名のもね、昔からだいぶ変わってるからね。僕なんかは嘉数だったから、嘉数中学校周辺がテリトリーだわけ、前原方面が。で、大蛇名は大蛇名だわけさ、やっぱり益城中のテリトリーだわけ。だからあの辺に行くとちょっと緊張したね、やっぱね。まあ喧嘩するってわけじゃないけど、やっぱり向こうも山んちかみたいな感じで見てくるから、まあ僕らもね、こう、まあちょっとよその島に入るじゃないけど。大蛇名にね、こう貸しレコード屋さんがあったわけですよ、バス停の方に。だそこに行くってから、友達とよく行ったりしてね、行きましたね。懐かしいっすね。まあそんな感じで、花ぽこさん、ありがとうございます。ね、気づけばもう40分になってるじゃないですか。早いっすね、あっという間っすね。曲ね、かけていきますよ。次の曲ね、花ぽこさんもかな、曲がね、すごくいろんな洋楽とかね好きって言ってたんで、まあ、僕は僕でね、こう懐かしい曲をね、やっぱかけてね、若いリスナーの方にも、まあ、紹介しようかなって感じでやってるんですけど、まあ、逆にまた花ぽこさんからおすすめの曲があったらどんどん教えてほしいしね、このおじさんにね。よろしくお願いしますよ、世代交流ということでね。次はね、まあマドンナをおかけしましょうね。マドンナも大好きですね。まあ名曲たくさんありますけれど、今日お届けするのはね、まあこの曲にしましたよ。ちょっとしっとりと行こうじゃないですか。まあ僕の、まあ、お家にあった CD から、棚から一つかみで、まあ棚つかのコーナーでね、山下達郎みたいに棚つかのコーナーでやってますんでね、僕は。おかけしたいと思っております。じゃあ次の曲です。聴いてください、マドンナで Take a Bow。
はい、マドンナで Take a Bow お届けしました。もちろんね、マドンナはね、もうもちろんこう、ダンサブルな派手な曲もかっこいいんですけど、こういうねしっとり系の歌もねすごくいいんですよね、本当に。またマドンナかけたいと思っております。時間がね結構あっという間なんですよね。もうねもっといろいろ喋りたいツイキャスの方もね見てくださってましてね、本当にね、ありがたいですね。ちょっといくつか紹介させてください。中部の、和樹さん、今日は渋滞でくたびれたということでね、安全運転、週末も道込みそう。そう道込むよ、これから月末にかけて。だから気をつけましょうね、和樹さんね、お互い気をつけましょう。サタデーナイトライブですかということでも来てますけどね、そうです、サタデーナイトライブね、ブルースブラザーズお届けしましたね。三毛猫好きな犬さんからも、こんばんはって来てますね。うん、こんばんはあのフェイスブックの方もやってましてね、 YouTube は YouTube で検索してみてくださいね。あのそこにもね、今日いろいろコメントも来てくれてね、あのユーストで聞いてくれてるというね、私の、お友達もいらっしゃいますし、今度ね、映画の日特集でお呼びするゲストの方からもメールが来てますからね、ブルースブラザーズのこと書いてらっしゃいますんで、よろしくお願いしますよ。本当にありがとうございます。ね、なんかね、まあいろいろ、まあ38期生のこう同窓会のことがあって、いろいろ高校時代のこととか思い出してたんですけど、僕らの高校時代の頃って、これも本当に言っちゃあれよ、まあ時効だけど、結構こう居酒屋とか、まあ、ちっちゃい声で言おうね、居酒屋とかまあここだけの話にしてね、結構緩かったわけ。うん、本当ダメだよ、もう未成年だからもちろんそんなのダメ、でもね結構緩かったわけでもあの頃って島酒ってあんまりだったんじゃない？みんな結構ウイスキーとかね、ね、覚えてるのがホワローゼスとか、まあ、ジンビームとかね、セブンシーグラムとか、こんなのをね、まあ、ガキがね、子供がね、ねえねえ、うん、まあみんなうんうんってね、島酒ってあまり馴染みなくてね、正直僕なんかもうあるといえば久米線のグリーンボトル懐かさよって思ってる今ね人いると思うんだけどね、あれが安かったからね、まあ、当時金のない僕らはね、久米線のグリーンボトルっていうのがね、本当にグリーンでね、真四角でごついやつね今ないでしょあれね。だからギノワン市ってないのかな、この島酒よ。チャタンはチャタン長老とかあるさ、読谷は残波でしょ、残黒残白とか、また南部行ったらね、夢公開とか、それぞれやっぱりあるさ。宜野湾ってないんだっけ、ある、ない、まあ、誰か僕に教えてください、メールでもね本当よ、あった方がいいと思いますよ。やっぱりなんかあれだよ、タームとかで作った方がいいんじゃない、宜野湾だからね、タームうまく蒸留してから島酒みたいのね、まあ、できるでしょ。EM も入れて、 EM何に聞くか分からんけど、 EM もとりあえず入れよう。うん、でウッチも入れてからさね、そんなお前責任取れよって言われそうだけど、まあそんなのもいいんじゃない、宜野湾市も欲しいよね、あった方がいいさ。うんね、まあ羽衣に絡めるんじゃないですか、名前はやっぱりね。うん分かんないけど、あと5分しかなくなっちゃいましたよ、こんな話僕がねやってる間にね。本当にメールありがとうございます。まあ、居酒屋といえばさってまた言うかみたいな、昔のあったチェーン店ってどんどんなくなってますよね。紫とかさ、赤ちょうちん、壺八ね、養老の滝ね、あったでしょ。で、この間、沖縄市にまだある、小屋の方にある壺八に久しぶりにね、辻とミートンダで行って、なんか懐かしかった雰囲気が。やっぱあんなのはあった方がいいと思う、自分は。うん。まあ、おしゃれなね、まあ、アンツ屋さんとか、
まあブーラ帝国はもうない、ある、わかんないけど、まあ秘密基地とかそういうのもいいんだけど、やっぱね、ギノワンボールの2階にあった紫とかさ、あんなのがちょっといい感じだなと何の回想シーンかみたいな思ってるわけですよ、ね。いや、あの法然満作の前にあったあのタヌキの置物に会いたいな俺は、まあそんな感じで話していたら、もうそろそろエンディングが流れてくる時間になってまいりました。そろそろ皆さん聞こえてきますよ、はい、ね、あ、聞こえてこないと、はい、いや聞こえてきますね、聞こえてきたでしょ、はい、エンディングが流れてきました。J ガールズバンドの落ちた天使に合わせて、もうエンディングですね、はい、あ、その前にすいません、ちょっと一回 CM 行きます。はい、もう本当にもう本当にもうお別れの時間になってきました、今週もどうもありがとうございました。お相手は DJ の、火曜田孝之でした。この番組はボディマッサージとアロマのリメダルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダ歯科クリニック、丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、アパートの修繕リフォームならショーンプレイスの提供でお送りしました。皆さん、12月の4日は映画の日特集になってますんでね、スクリーンの招待みたいな感じで1時間いきますから楽しみにしていてください。映画にまつわるメール待ってますよ。今週もメール本当にありがとうございました。花ぽこさん、もう大皿でも FM ギノワン聞けるように俺なんとかするから、うん、よろしく、ツイキャスの方でも本当にありがとうございましたね。はい、よろしくお願いします。では時間いっぱいになりました。じゃあ皆さん来週まで元気にお会いしましょう。 DJ 高之でした。バイバーイ。